フォード・オーストラリア、フォード・オーストラリアは、アメリカ合衆国の自動車メーカー、フォード・モーター参加のオーストラリア法人。1925年、ビクトリア州、ジーロングにの支店として設立されたのが始まりである。当時のフォード・カナダは、本家の米国フォードとは別会社であったが、ヘンリー・フォードは、カナダの投資家に、イギリスを除くイギリス帝国の国々で、 フォード社を生産する権利を許可していた。最初の製品は、フォードカナダからキットで供給されたモデル T の CKD コンプリートノックダウン生産者であった。その後は、イギリスフォードから調達したパイロット、ゼファー、コンサル、ゾディアックや、フォードカナダの V8 エンジンなどの組み立て、1960年から70年にかけては、米国フォードの オーストラリアの過酷な道路に対応できるように改良したものを算していたが1972年のソモデルから開発デザインとも完全にオーストラリア独自になった。また2004年に EA169BA ファルコンをベースに開発された SUV もオーストラリア独自モデルとなっている。2013年5月23日。 報道オーストラリアは2016年10月をもって g ロングとの工場を閉鎖すると発表した。2016年10月7日、予定通りこの日をもって g ロングとブロードメドース工場を閉鎖し、91年間続いたオーストラリアでの自動車生産に幕を閉じた。ブロードメドース工場は1959年8月20日の創業開始以来、 4356,628台のフォード車を生産した。2016年10月15日、ブロードメドース工場で最後に生産された3台のファルコンとテリトリー1台がアバロン空港で開催されたイベント、フォードファンデーでオークション形式によって販売された。1925年3月31日フォードはオーストラリア本社をビクトリア州、 g ロングに置くことを発表した。1925年6月 g ロングの使用されていなかったウールストアに急ごしらえされた生産ラインからラインオフしたモデル T がオーストラリアで最初に組み立てられたホード車となった。翌1926年にはブリスベンとアデレードにも組み立て工場を開設。1928年には生産者がに切り替えられ、32年には フォード V-8 へと続いた。1934年、フォード・オーストラリアは後に、オーストラリアを代表することとなるうてを考案する。このうての発案者は、フォードのエンジニアだった。当時は不況であり、銀行は、ファーマーたちに贅沢品は不要だと乗用車を買うための貸し付けは渋ったが、農作業に使う作業者になら貸し付けをしたものだった。 売っては普段は作業者として活躍し、日曜日には妻を教会に乗せていくことができ、さらに月曜日には市場に買い出しも行けるという、まさにファーマーたちに売ってつけの車であった。1950年代、フォード・オーストラリアは、イギリスフォードと同じゼファー、コンサル、ゾディアックなどを現地生産しており、これらのモデルはおおむね好評であったが、輸入部品による高い関税が影響して、 車両価格面でライバルであるホール電車の人気に押され、売り上げが悪化していた。それこフォードオーストラリアは、ホール電車に対抗できる、現地生産者を立ち上げることを決定した。当初イギリスフォードから高額の形像を購入して、ゼファーの組み立てが検討されていたが、1958年にデトロイトのフォード本社を訪れたカンブラは、北米デビューが準備されていたを見て、 ライバルのホール電車とほぼ同じサイズでありながら、より低く、ワイドで、モダンであり、ワイドボディは、ベンチシート6人乗りが可能で、さらに2速オートマチックも用意されており、即座にこれは、新しいプロジェクトに、最適なモデルだと判断され、このファルコンが新たな、オーストラリア車として生産されることが決定された。1956年に、報ードオーストラリアは、メルボルンの北、 ブロードメドースに広大な土地を購入しており、1959年、ここにファルコンを製造するための新工場を建設。工場はカナダで設計されたゆえんか、その屋根は雪がたまらないような形状をしていたが、通常この地域に雪が降ることはない。1959年8月に創業を開始し、第二次世界大戦後同州最大の製造工場となった。 同年には45,022台を組み立て、その内訳は7種のトラクター、18種の乗用車で計41種と世界でも有数の多様なモデルを組み立てる工場であった。1960年6月28日には最初のファルコンがこの新工場からラインオフした。そして1961年7月にメルボルン新工場が本社になることが発表された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。